おごめん、大分の高千穂方です。今回はアイドルハロープロジェクトのコンサートハロコン花鳥風月の熊本公演、簡単なレポートを行います。まあ、もちろんこう、ね、まあ、ネタバレ最後ですね、瀬戸りは出す予定ですけれども、それはもう最後に見たい方だけご覧いただいて、まあ、基本的にはオーソドックスなですね、どんな感じだったのか、いや、もしくはですね、こう熊本ならではのその MC などの内容をご紹介いたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはですね、現在行われています春のハロコン花鳥風月、まあ、どのようなコンサートか簡単にご紹介いたします。今年の3月から5月まで全国各地で行われています。ハロプロのメンバーを全体で4つのチームに分けて、まあ、花ですね、鳥、風、月とですね、それぞれで公演を回していきます。その各チーム、例えばチーム花ですと、必ずですね、ハロプロに所属している5つのグループのですね、メンバーが、必ずいるようになっております。冬のハロコンの時はですね、全体をまあ6つのユニットに分けてまして、まあ、極端な話、公演によりましては、あ、今日アンジュルムのメンバーがいない、あ、椿ファクトリーいないなっていうことがあったんですが、今回はまあ一通りですね、各グループですね、網羅しているのが特徴です。今回私、まあ、熊本公演に参加いたしました。熊本公演は花の公演のみでした。この花というもうメンバーの上に表ございますけど、ご覧ください。いかにも私、親方好みのメンバーが揃っています。いやもう本当100点満点に近いメンバーですね。もちろんまあ細かいこと言えば、このメンバーがいたらもっと良かったなっていうのはあるんですけれども、ね、一押し、ね、野中美希ちゃんとか横山玲奈ちゃんもいいですしね、上國料萌ちゃん、ね、島倉梨花様など、本当、結構本当みんな大好きなメンバーが揃っていて、本当に楽しみでした。今回ですね、そして熊本公演に行ってまいりましたので、この熊本公演ですね、ざっとした感想をこの後ご紹介いたします。さあ、2番目、その熊本公演なんですが、まあ、ちょっと全体的な、まあ、いろんな背景からご紹介いたします。まずですね、まあ、実は今回のこの花鳥風月のコンサートツアー自体ですね、私、実際はこう参加するかどうか、結構悩みました。まあ一つがですね、まあ、このコロナですね、コロナ禍で、こう、できるものから参加していいのかというのを結構悩みました。で、二つ目がですね、この5月連休、5月の2日から6日っていうのが、まあ、ハローコンで言いますと、この九州の福岡、熊本公演って連チャンで行われていますし、まあ、さらに私もう一つ、5月5日にですね、夜なんですけれども、まあ、別のアーティストのですね、ライブがあって、これもともと1月やった分が延期でしたので、まあね、日程的にちょっと厳しいんですけど、どうしても行きたいということで、そこを照準に合わせてましたので、実際こう、連チャンで福岡行って熊本行ってまた福岡かとかなると、かなりそれは負担ですので、まあ結構、まあね、どうするか悩んでました。ね、福岡行くか熊本行くかどうかなと。で、さらにですね、実は熊本公演、当初ですね、4名欠席予定があったんですね。娘のですね、福村瑞希ちゃん、そしてビヨンズの3名が、まあ当初別の公演に出るということで、実は欠席の予定が出てまして、まあ結構いいメンバー揃ってるけど、結構また抜けるメンバー4人も好きなメンバーばっかしで、そこまでして無理していかんでもいいんかなとかいろいろ考えてたんですけれどもね、まあ結果的に後ほど紹介しますが、4名まあ参加することになりました。まあということで悩んでまして、結果ですね、今回はファンクラブの選考のチケットは取っておりません。3月末ぐらいにですね、一般の先行予約でチケットを確保いたしました。今回ちなみに、まあ、1階席の中段ぐらいだったんですけれども、前回の冬のハロコン熊本公演、実は私最前列でした。で、ファンクラブが結構私最近九州公演運が良くて、最前列や3列目4列目ばっかしだったんですけども、まあ一概には言いませんけども、今回もしそのファンクラブで選んでいたならば、もうちょっといい前の席かなというのも思ったんですが、まあ中段でも実はそんなに遠くはなかったということが、現場で分かりました。で、その現場なんですけれども、私これ危なかったんです、本当に。
会場実は勘違いをしてました。今回行われる場所は熊本城ホールという場所です。桜町バスターミナルセンターに付属している新しくできたホールです。で、過去2回のハロコン私は参加した分は、熊本城の麓の、市民会館ですね、昔ねの、シアーズホーム夢ホールで行われてまして、私も今回そこで行われていると思いました。場所は熊本城ホールって名前は知ってたんですけれども、ただ、恥ずかしながら私そのシアーズ夢ホールがですね、今年の4月から熊本城ホールって名前を変えたんだと、同じ会場で要は名前だけ変わったんだと勘違いしてまして、シアーズホームさん大変申し訳ございません、失礼なことを申し上げました。余談ですが、熊本時代の青年団の先輩がシアーズホームで働いてましたけど、今も働いてるんですかね。勘違いしてまして、それ気づいたのがですね、ほんと前の晩の夜中、たまたまこう座席とかをですね改めてこう見ながらで会場を見ると、あら若干違うぞと、桜町でも市民ホールじゃない、これはバスターミナルの方だということを焦って、危うく会場を間違えるところでした。でそれ皆様も会場の間違いには気をつけましょう。幸いこの、ね、市民会館と熊本城ホールですね、近いといえば近いんですけれども、当日間違えてたらパニックになってたでしょう。 そしてですね、この熊本公演、全体振り返ってですね思ったのが、これやっぱりメンバーもそしてセットリストもかなりこれ充実していたなというふうに、結構私満足感高い公演でした。もうまずですね、当初、休みますってね、欠席しますという予告があった4名がですね、無事に合流いたしました。実はコロナの影響でその4名がですね参加する予定だった別のイベントが残念ながら中止となりました。その東京でのイベントにですね参加されるご予定だった皆様には本当大変残念でですね、申し訳ないとかいう気持ちはあるんですが、その熊本公演に参加する身としては正直非常に嬉しくですね、参加してよかったというふうに思ってます。で、私もですね、15年のブランクがあって2年前からようやく、ハロータに復帰したばかりの、実際まだ新参者、茜一員だった新米社とか言われそうですけれども、で実際ハロプロの曲実はあまり知らないんですよ。ですけども、今回このハロコンはですね、全員で歌う曲と、2人組3人組などのこのですね、ユニットコーナーと2つありまして、ユニットの方はさすがに申し訳ございません、結構マニアックな曲というか知らない曲が多かったんですけれども、全員で歌う曲は結構メジャーな曲とか、私が知っている曲、割と新しいリリースされた曲も多いのでですね、非常に楽しめたかなというふうに感じてます。アルプロの曲知らなくても結構盛り上がります。ペンライト振ったりで、私の場合は結局はですね、推しメンとかいろいろ舞台上にいるメンバーをこうずっと眺めながら目の保養をしています。こら変態ジジイとなりそうですけど、本当満足感の高い、友達に後ほどですね、ちょっとまだハロプロ歴は長い私の友人に熊本のセトリを紹介したら、割とセトリこれいい曲だないということでですね、そこそこの、ハロータ歴ある方も満足できたですね、この花公園の瀬戸りではないかなというふうに思っております。さあ、ということで瀬戸りはですね最後にご紹介するといたしまして、今回熊本公園だけのですね内容というのは具体的に紹介してまいります。この MC ですね、基本的に各公園のご当地ネタをですね話題として展開されているようです。今回ですね MC 全体の司会進行を務めたのはジュースジュースの井上玲ちゃん、レイレイ、そしてメインの回答者となったのがやはり熊本出身この方、アンジュルムの上国領萌ちゃん、上子でございます。で、全部で3回ありまして、メインの MC が2番目にあって、最初と最後はオープニングとエンディングに付随した、ちょっとした MC ということでございました。まずオープニングの MC でですね、レイレイが今回はですね、なんといっても熊本出身
神子栗おまえさんです。ふるさと凱旋です。と言って煽って、神子が、熊本の皆さん帰ってきましたということで、そこでですね、会場が一気に沸きます。会場はですね、やはり神子の熊本、ふるさと熊本ということで、アクアブル。水色よりかちょっと緑色に近い色のサイリウムがいっぱい振られてましたし、これも終始振られてて、さすがやっぱ熊本、お膝元。今回は神子がやっぱり多かった。続いて意外とチェルが多かったイメージですけれども。まあ余談ですけど、私も今回ペンウナイト2つですね。1つがやっぱモーニング娘。2-1一押しの、紫、チェル。そして、こちらアンジュルミの一番推し。凱旋の神子のですね、アクアブルーを振りました。ここだけの話、本当は私エメラルドグリーンを振ってたことは内緒です。たまたまペンライトに色がなかったことと、椿ファクトリーの小野瑞穂ちゃんも好きということがありまして、ということでアクアブルーを振りました。そしてですね、神子は一言ね、くまモンのようにね、今日はしっかり頑張りたいと思いますということで、今思うとどういう意味なのかというところなんですけれども、本当熊本ということで、後ほど紹介しますけど、かなり気合が入っているイメージでした。で、続きましてそのですね、幕屋にあった、2番目のメイン MC で、こちらではですね、熊本について、神子が食べ物を中心に、熊本の魅力を PR されました。で、グルメについては2つですね。1つ目が下通り、もうほんと街中にあるんですけれども、バタン牛タンという、お肉料理屋さんです。肥後の赤牛とか馬の肉、そして仙台の牛タンなどが食べられるですね、これリッチなで美味しいですね、お肉屋さんです。実は昨年の秋のカロコン熊本公園でも、神子がこのバタン牛タンさんをもう猛烈にですね、プレゼンされていたのを覚えてます。それに早速私も心を動かされまして、後ほどですね、実際に下通りのバタン牛タンさんでこのですね、丼をいただきました。実際その時の動画上げておりますので、ぜひご覧ください。で、また状況も落ち着けば、ぜひ美味しい熊本のうまかもんと、神子の聖地巡礼として、ぜひバタン牛タンさんにもお寄りください。で、もう一つグルメの二つ目が、タイピーエンという食べ物、ご存知でしょうか。熊本の郷土料理で、熊本では給食でも出るほどメジャーな料理です。私も恥ずかしながら、15年前熊本のですね、大学に入って初めて出会った味ですけれども、ちゃんぽんの麺をですね、春雨にした、そんなスープです。画像もつけておりますけれども、これがね、ほんとだごまかよね、本当に美味しいよという意味なんですけれども、初めて食べた時私も感動しました。2年前か3年前に私、大分の友達と一緒に台北園発祥の地だという、偕楽園さんというところで台北園の動画も撮っておりますので、もしよろしければご覧ください。で、神子自身はこの熊本城のふもとにあります城西園という観光スポットがございます。昔の江戸時代の城下町を模した建物が並んでまして、観光案内所や、そしていろんな料理やお土産屋さんもございます。そこにある台北園がおすすめとおっしゃってました。で、私事ですけれども、私自身実は城西園でおすすめなのが、お菓子の購買さんのですね、神代湖のソフトクリーム、キュウヒという、あんこうとね、白玉餅が入っている、このソフトクリーム本当美味しいので、デザートとしてぜひお食べください。動画も上げております。そしてですね、グルメまた、話が続くので、レイレイが、食べ物ばっかりじゃなくて、他にも話題があるかなということで、話したところですね、これレイレイですね、そういえば熊本といえば、くまモンだね、と。熊本弁のアクセントですと、くまモンなんですけれども、私、くまモンの靴下が大好きで履いてますと。ただ、穴が開いちゃったんですよという話をレイレイがしてました。そうすると、神子が、そういえば、今回一緒にね、花組で帯同している、椿ファクトリーの新沼キソラちゃん、キソランも、くまモンのね、靴下よく履いてて、練習とか、勝負どころで履いてるみたいということでですね、やっぱり、くまモン。くまモンがですね、本当に人気だなということを感じました。そして最後、エンディングに行く前にですね、ちなみに差し入れ、今回、熊本公演ですね、ハローメンにですね、神子のお母さんから差し入れがあったそうです。
ゼリーとそしていきなり団子ですね。画像もありますけど、あんことさつまいもを包んだ団子です。これがまた美味しいんですよ。ぜひこちらいきなり団子もケロロ軍曹も大好きでございますので、お召し上がりください。そしてエンディングでですね、ライゴレイレイがですね一言神子の裏エピソードを話しておりました。で、神子はですね、楽屋でよくストレッチをされているそうなんですが、なんと今回この熊本公演ではこのステージ袖でですね、もうここでもしっかりストレッチをされていたということで、もうレイレイは、いやさすがやっぱこうふるさとのね、熊本凱旋ということで気合が入ってますねっていう話をしたら、神子が照れてたのが可愛かったですね。本当にこのエピソードを聞くと、その各ハロメンね、メンバーの皆さん、各地元でかなり気合が入ってんだなということが分かりました。最後にですね、MC ではないんですが、とある、ネタバレにならないように、あえて言いますと、今回の花公演では、メンバーがですね、とある曲の中で、メッセージを叫ぶ場面がございます。これ日替わりなんですけれども、で、熊本ではですね、もちろん神子が、言いましたが、その時に言った言葉が、神国領の国は、難しい方の国ですからっていうことを叫んでたんですね。旧字体の国を書いてくださいということですので、皆様、神国領、絶対ですね、旧字体の方を書いてください。清水国明さんの国の字ですね。ということで、熊本ということで、もう、とにかく、神子、万歳、レイレイもうまい、そんな、もう私にとっては大好きな二人、ですね、ちゃんと、ね、レイレイのホワイトと、そして、神子のですね、アクアブルー、エメラルドグリってことは内緒だよ。ね、振らせていただきました。本当に楽しかったんですが、まあ、その熊本公演でですね、じゃあ、あえて、輝いてた人、MVP は誰か、私は決めました。さあ、誰でしょうかね。チャン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 。じゃん。MVP は、ジュースジュースの井上レイちゃんです。おめでとう。まあ、レイレイと呼ばせていただきます。まあ、実はですね、いろいろとジュース、同じジュースジュースの工藤ゆめちゃんもかなりすごかったですし、まあ、ひいき主に抜きに、推しメンの上国領萌えちゃん、そして野中美希、モーニング娘。野中美希ちゃんとかも、歌やダンスがうまくてよかったんですけれども、レイレイはもう、今回は、あらゆるところで、パフォーマンスがもうピカイチ、卓越してましたね。まず何と言っても持ち味であります。井上玲ちゃんね、ボイスパーカッションですね。ボイッパですね。ツッツッパッツクツッパッチ。ちょっと私はなかなか言えないんですけど、これはもうこれを生で聴けたというのはかなり大きいですね。決して曲名はまだ言ってませんからね。はい。お察しください。ボイスパーカッションといえば、ビヨンズの清野桃姫ちゃんかも、ね、まあ、拳ファクトリー、現在、ジュースジュースの井上玲ちゃんかというふうに湧いてますぐらい、ね、本当すごい武器です。これがまあね、オリジナリティといいますか、レイレイの付加価値です。他にはね、ない魅力でございます。やっぱこれがかっこよかった。ね、生で聞くとより迫力があったということと、で、歌ですね。レイレイはもともと歌がうまいというね、評判でしたけども、こう改めてこの生で聞くと、この声量がすごいですよね。声がね、たくさんね、出てブレないですし、低音も安定している。やっぱまあ、拳が効いてると言いますかね。で、ね、こんな、なんていうかですね、まあ、ダンバラルルちゃんの生歌を初めて聞いた時もそうだったんですけど、もう画面越しでもうまい。ね、いや、ヘッドホン越しでもうまいと思ってたところですね。ちょっと鬼滅の刃じゃないですけども、うまいと思ってたのがですね、やっぱ生で聞くと、これは本当にうまいと、こう、響くものがやっぱあります。最後のね、終盤曲で盛り上がる曲があって、そこの落ちサビでレイレイがね、結構いい締め方するんですけど、おーいって、本当に失速もせず、声もね、相当声量があって、ね、声低くてかっこいいのでですね、ぜひレイレイもね、もともと可愛いキャラでやってたというところもあるんですが、かっこいいレイレイというのはやっぱりこう、冴えるなというのを今回感じました。
でまたですねダンスも映えますね。スタイルが良くてですね、こうで髪も長いのでこうパッパッパッって同じジュースジュースのタコちゃん、工藤ゆめちゃんもそうだったんですけれども、もうキレが感じられますよね。で本当スタイル良くて、なんていうかですね、私も前回熊本のハロコンの時は最前列で、でエンディングは目の前に井上玲玲だったんですよ。もう見上げるに、まあ正直のつま先からずっと最後脇まで私見てましたけど、ね、変態で申し訳ないですけど、もう本当に可愛くて美人で背が高くてスタイルいい。で今回その中段からちょっと離れて引きで見てましたけど、それでもやっぱりレイレイもう目立ちますし、まあ正直レイレイジュースジュースでは一番推しではないんです。まあダンバレルッチャが一番推しなんですけれども、ただもう最初から私オープニングからずっと正直本当にレイレイ追っかけてましたね。本当スタイル良くてダンス良くてですね、どこにいてもあレイレイだとかっこいいなっていうのをやっぱ思いました。こうつい目を覚えてしまう、惚れたあなたが負けよということで私も負けちゃいしまいましたとかね。いや本当レイレイ推し度が高ね増しましたし、でやっぱり MC ですね、今回よく頑張りました。疲れてる中で本当体力お化けと言わんばかりのですね、本当に息する間があるのかと思ったんですけれども、でもともとレイレイはラジオ番組をねやってますから、喋りがやっぱりうまいですね。落ち着いて喋りますし、で神子と MC でも起点聞かせてちょっと話題変えて、食べ物以外なんかないのみたいな、縛り食べ物縛りだけなのみたいな話でね危険も聞かせてましたし、でそうありながらも一箇所すんごく最初で噛んだところがあるんですね。そこがまあレイレイのご愛嬌というかね、えやっぱレイレイって私も、まあ、知ったのがちょうど1年ちょっと前ぐらいで、まあ、拳が解散する直前ぐらいから知って、まあ、ジュースジュース入ってちょっと注目してたんですけれども、もうレイレイをやっぱ初めてこう、まあ、イクボハルナちゃんのバースデーイベントでデートするっていう動画を見てですね、ちょっと私もあレイレイちょっと中まず可愛いなと、目が大きくてスタイル良くて、そしてリアクションが結構面白いので、これ結構面白い不思議ちゃんかなというので実はちょっと注目してまして、だんだんとこう少しずつ推し度をですね、まあ推すですね、注目度を上げていって、今日本当にいいメンバーなレイレイ本当にいいなというふうに思いましたね。本当にありがとう。そして花のですね、まあ、MVP 今回決めましたけど、花のメンバー本当にみんな笑顔でこのね頑張ってたところが印象的でした。それでは最後まとめです。まあ、ちらっと最後レイレイのところでもね漏らしてしまったんですけれども、このチーム花はですね5月連休中後連日岡山福岡熊本とやっててかなり大変だと思います。それでもこの熊本公演でもダンスほんと揃ってましたし、こうなんていうか表情をしっかり作れている、こうきついんだろうけどこう笑顔でですね、そして決めるとこはきっとに決めて、こう油断してない、気を緩めてない、こう全集中じゃないですけれども、ここは本当にプロだなというふうに思いました。本当にですね、ダゴありがとうね、ダゴありがとう、まあ大分弁で失礼しました、熊本弁でとってもありがとうということです。いやー楽しい時間でした、本当にありがとうございました。まあコロナでいろんな制限はありますけれども、でまあいろいろですね、在宅派と現場派とね、ファンの中でもこう分かれるところなんですけれども、私はやっぱり現場派ですね。やっぱりこう生でこう普段画面越しとかですね紙とかで見ているメンバーを生で見られる、これは本当に貴重ですし、こう生だからのパフォーマンス迫力もあればアクシデントもあって、これがまた面白いんですね。こういうのを楽しめるですね、まあいろいろそこには裏にはいろんな努力とかありますし、まあ、コロナ対策などしながらもですね、やっぱりこう元気をいただける、そういう気がしますね。そしてまあこの最後ですね、花鳥風月ですけれども、まあ5月末まで続きます。どうかですね無事に公演ができることをもう願ってやみません。これがもう一番のね幸せでございますということでですね、まあ長いですね、まあ公演でもありますし、この動画も長くなって申し訳ございませんが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
一旦ここで締めますので、で最後瀬戸弓隊方は後ほどですね、この締めの挨拶の後にご覧くださいということでですね、いろいろお付き合いありがとうございました。で、この動画もしよろしければですね、面白かったやんとか、ハロプロ興味あったやんということがありございましたら、よろしければいいねボタンを押していただけると大変励みになります。またチャンネル登録もですね、よろしくお願いいたします。まもなく実は目標である、まあ1000名以上、まあ1000名越したら何人でもいいんですけど、とりあえず1000名という大台を越したいというところがですね、今960以上ありまして、まもなくでございます。どうかあと一押しよろしくお願いいたします。ハロプロの話題も今後ですね、ご紹介予定です。まあ5月ですと椿ファクトリーがですね、ね、2枚目のアルバムセカンドステップ出しますし、ちょっと今予約で待ってるんですけども、同じく椿ファクトリーの朝倉キキちゃんの写真集、ですね、2枚目の写真集も今これが届けばまたレポートする予定でございますので、まあハロプロの話題で一緒に盛り上がっていければと思います。それでは一旦失礼いたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も推しのために働く。